時刻は17時を過ぎました。7月3日でございます。金曜日でございます。どうですかね、皆さん。平日ですからね。また何かコメントまずいただける方はいただきたいと思います。今日はお天気はやっぱりあいにくのお天気で、昨日はなかなかいい天気だったんですけれども、今日はもうず朝は降ってなかったですかね。生田さん、こんにちは。ありがとうございます。皆さんのところの天気はいかがでしょうかね。まあ、ここら辺は本当にもう今もまだ雨がずっと降っているような感じでございます。でもちろん今日は いつものね、日曜日やるライブとはちょっと違って、事前にお話はしてたと思うんですが、オールプラネット名古屋、今、サマーセールというものを、開催、明日から開催をするんですが、その中で、特に私が、これはいいですよというような話をしたいなと思ってます。ああ、シャルル東京さんもこんにちは。リモークで仕事中ですが、すいませんね、仕事中ありがとうございます。RS カードロンさんもこんにちは。元気そうですね。嬉しいですね。ありがとうございます。浜田さんからもう少し時間遅い方があってね、まあそうなんですけれども、まあいろいろ諸事情がございますので、この時間にさせてください。申し訳ありません。まあね、短い時間にして6時ぐらいからやるっていうのも一つの手かもしれませんが、ちょっと今日の反応を見て、またやろうかなというふうに思います。皆さんのところも雨ですか？豊さん、こんにちは。ありがとうございます。早くから風呂に入って、ビーム片手の参戦です。ビールやね、多分ね。どんなビームを片手に持ってるのかなと思っちゃったけど。 今朝はまた私、FM 三重にラジオ出演をいたしまして、まあ今朝はと言ってもあれは収録なんですが、聞いていただきましたか？で、この前の火曜日は、多田恵梨香さんの「エリカ・デ・ボンジュール」にも登場させてもらいましたけど、聞いてくださった方いらっしゃるかな？まあ、なかなか三重県じゃない方は難しいかな？また、もし聞いた方いらっしゃったならば、どんな感想かっていうのをですね、また書き込みしていただければ嬉しいなと思います。RS カードロンさんのところは雨ということでございますね。はい、では、今日の豪華チャンネルライブ、ちょっと特別編かな、スタートしましょう。豪華チャンネル。はい、どうも皆さん、改めまして、こんにちは。なんか思いのほか皆さん見てくださっててちょっと嬉しいんですけれども、赤木さんも部活終わりました？この間部活で終わる頃だって言われてたけど、こんにちは、ありがとうございます。それから渡辺裕さんも、いつもありがとうございます。こんにちは、こんにちは。福岡は朝から曇りで、ちょっと雨が降り出しました。あ、そうですか。客先訪問から会社に戻る途中、コンビニの駐車場でライブいただく。 いいんですか？すみませんね。うまいことしてくださいね。カップの白くまを食べています。いいな、なんか今日もまた渡辺さん、いいな。会社に戻らないといけないので、17時半頃ドローンします。ありがとうございます。私も今日はそんなに2時間もしませんから、よくやって1時間、1時間も持たないかもしれませんが、どうぞ皆さんお付き合いくださいね。それから豊さん、盛岡は、あ、盛岡の方は晴れてるんですね、やっぱり日本ね、狭い島国といえど広い日本でございますよね。ありがとうございます。初コメントの方、何て読むのかな、のぶきさんでいいのかな、ちょっと読み方間違ってた。海と重なったので拝見していますということで、嬉しいな、ありがとうございます。なかなか普段日曜日はご覧いただけないのかもしれませんね。ですから、たまにというか、そういう日曜日に参加できない方は、逆に今日参加できるというふうにですね、参加していただけると、とっても嬉しいなというふうに思っております。なんか警告がまた出ちゃってるんだけど、皆さんのとこ大丈夫です？ちゃんと。なんか滑らかな映像じゃないとかなんか出てるかもしれません。豊さんは散髪して男盛り上がりました。よくご存知お分かりですね。うちの妻には髪の毛切ったかどうか分かんないなって言われちゃったんですけど、さっぱりしてきました。もうね、暑いもんですからすっきりしたいなというふうに思います。
小松さんもありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。で、今日は、まあ、何度かもお話ししておりますけれども、オートプラネット名古屋サマーセールを明日から1ヶ月間、8月2日日曜日までお送りします。で、そのオートプラネット名古屋の中で、まあ、今在庫台数としては200台ぐらい、250台って書いてありますが、まあ多分200台ぐらいでしょ、まあバイク入れるとね250台ぐらいあるんですが、ございますので、その中から私が厳選して、特に皆様にこれ見てほしいなという車をですね、ご紹介していきたいと思います。いいですかね皆さん、そんなもう今日はだからそれだけですよ。でちゃんと日曜日はやりますからね、日曜日今日やったから日曜日やらないのと思わないで、日曜日も参加なさってくださいね。渡辺健二さん、お疲れ様です。日曜までライブ配信ないと油断していましたそう、この間の日曜日もちゃんと予告しましたよ私、見てくださいねって予告しましたよ、それから小野沢さんもこんばんはといただきました、ありがとうございます。じゃあ早速10台、結構ありますよ10台、どんな車があるのかというお話をしていきたいと思います。ではまず取り上げる車はこの車です。あ、赤木さん、来週高三なので部活ありませんでした。え、期末テストかな。7月だから期末テストだよね。いいな、夏休みがあってな。はい、ではまずこの車からご紹介していきましょう。BMW の 120i スタイル。安いです。あ、田之内さんもこんにちは、ありがとうございます。75万9千円ですよ。2012年式、まあ、ちょっと年式はね、前といえば前なんですが、距離はでも2万9000キロしか走っていない車なんですね。で、まあ、BMW っていうとほとんどが 116i、の車が多いんですが、この車は珍しく、まあ、120i と言いながらも 1.6 リッターのターボなんですが、直四のターボでより、ハイパワーバージョンですね。あ、初めてまして、こんにちは、嬉しい方、嬉しいな、タックオトさんでいいのかな、ありがとうございます。初めての方のご参加とっても嬉しいですね、ご参加いただきありがとうございます。もちろんいつもの方のご参加もとっても嬉しいんですよ、とっても嬉しいんだけど、また嬉しいなというふうに思います。でこの 120i スタイルはその 1.6 リッターのターボでもハイチューンバージョンなので、170馬力も出すんですね。でトルクは250Nm、 25.5kgm を発揮するんですが、まあ、ちょっとねこの車カラーが少し個性的なカラーではあるんですけれども、だからこそなんか他の人とは違う、まあ、1シリーズでねたくさん走っている車の中でもちょっと個性を出せるというのはいいかな。あ、チラカーライフさんもいつもありがとうございます。こんにちは、お元気ですか。でやっぱりこの C セグメントぐらいのサイズでですね、170馬力ものパワーを出すということはもうそれは余裕しゃくしゃくでありますし、やっぱり BMW らしくですね、まあ、4気筒であってもやっぱり滑らかに回るフィーリングっていうのは走りの楽しみを持たせてくれるものかなというふうに思いますね。でやっぱりこの車は輸入車、今まで乗ったことないという方もですね、すごく魅力的かなというふうに思います。田中博さん、はじめまして、こんにちは、ありがとうございます、ご参加。BMW 安いけど年式が古いの大丈夫ということで、まあ、2012年式8年落ちですけれども、オートプラネット名古屋では1年間の無料保証をつけておりますので、機械ですからね、故障しませんとは私は言えません、言えませんけれども、まあ故障した際にも安心していただけるように保証というのは、1年間の保証を無償保証をつけているというのはオートプラネット名古屋の一つの特徴でございます。もう1年延長したいという場合は別料金がかかりますけれども、2年保証にしていただくこともできます。あ、ゆうさんもこんにちは、ありがとうございます。赤木さん、今日学校帰るときボルボ S60 と新型アコードを見ましたと。写真や動画でもかっこよかったですが、実際に見るともっとかっこいいですね。そうそう、なかなかスタイリッシュでかっこいい車でしょ。小野沢さん、色そうでもないけどね、BMW っぽいけど、あ、本当、もうね、なんかね、白とか黒ばっかなんですよ、ここのお店で売れるのは。だから、この色はね、なんか、このお店に置いてると、なかなか特徴的な感じなんですね。豊さん、120試乗した時、あれですよね、盛岡の方ですもんね、雪道だったので、派手に尻降ってしまって怖かったですと。やはり雪国では後輪駆動は難しいですということですね。まあ、ただ横滑り防止装置もありますし、スタッドレスタイヤも履いていただくということで、まあ、多少は軽減できるんじゃないかなと思いますけどね。
渡辺博さん、後輪駆動の BMW だと安い価格でも重量配分は50:50、この点は中古車でも変わらない BMW のいいところ。あ、渡辺博さん、また嬉しいコメントいただけるな。ありがとうございます。本当そんな感じだと思いますし、私はまあ、M スポーツが人気なんですけれども、このスタイルというようなグレードとか、最もベーシックなグレードもですね、すごくこう BMW の素の良さをですね、味わっていただけるのでいいんじゃないかなというふうに思いますね。なんて言ったって75万9千ですよ。これ見えませんよね、まあ、これだいぶ、ね、値下げしたんです。実はやっぱりね、このカラーがちょっと個性的ということもあって、もうぶっちゃけますけどね、ちょっと売れてないというのは事実です。でもだからこそこのぐらいの価格になってきたので、ぜひ皆さんにはお勧めしたいなというところでございます。ゆうさん、今日愛車を車検に出したのですが、行く途中で S90 を見かけました。めったに見ないので今日はいいかもしれません。昔黄色いビートルを見るといいことがあるというふうな話がありましたが、 S90 見たのでいいことあるかもしれませんね。ちなみにオートプラネット名古屋でつい先々週ぐらい、ご紹介いたしましたけれども、 S90 おかげさまでご制約いただきましたのでありがとうございました。 S90 本当珍しい車で、いい車ですから、とても魅力的だと思います。この 120i スタイル、インテリアがねホワイトのシートカラーになっているのも、なかなかこの外とのコントラストがあって、いいんじゃないかなというふうに思います。あ、浜田博さんから以前120試乗して感動したのを覚えていますね。こういうね、BMW のね、スノーモデル、例えば今まで輸入車に乗ったことない方がね、乗るとね、感激しますよ。私そうだったんですから。私はこの1シリーズよりもっと前の3シリーズのコンパクト、あ、コンパクトじゃない、TI、316TI っていうのに今まで国産車しか乗ったことない人間が乗りましたら、もう目から鱗で大感激いたしましたね。でもうそこから輸入車の虜になったというぐらい、やっぱ BMW の車っていうのはいいなというふうに思います。あ、豊さんからも、やはり車の基本性能はベースグレードに乗るとよく分かりますねというふうにいただいてますね。もう本当そのおっしゃる通り、皆さんね、やっぱそういうことはよく分かってくださるのは嬉しいな。はい、では続いてご紹介するのはこの車です。同じ、まあ、C セグメント1シリーズと同じぐらいのサイズの C セグメントで、ボルボの V40 という車がございますが、これの T3 インスクリプションというグレード、ガソリンエンジンの上級グレードでございます。あ、ユーさん、118i と120の違いですが、これは同じエンジンなんですけれども、チューニング違いで、馬力が違います。120の方は170馬力、116は何馬力だったかな、150だったかな、ちょっと間違ってたらごめんなさい、忘れちゃった。そんなところでございます。 116i かな、118i かな、はい。で途中でややこしいですよ、エンジン変わったりしてますんでね、ちょっと時とあれによって違うので、まあ、いろいろ細かく調べてみてください。ごめんなさいね。で、ボルボ V40 の T3 インスクリプション。これもですね、かなりお買い得。189万9000円です。マイナーチェンジ後のトールハンマーのヘッドライトの装備されたモデルでございます。でね、まあ、V40 もいい車、まあ、私 V60 乗ってるんですが、V40 と V60 にするか実は買うとき悩んで、まあ、私はもともとディーゼルが必要だったので、ディーゼルにしましたけれども。実は V40 に関しては私は T3 の、バランスの良さがいいと思うんですね。で、D4 もあるんですが、D4 はね、ちょっとこの V40 にはね、エンジンが勝ちすぎているような感じがありまして、ちょっとじゃじゃ馬というと言い過ぎかもしれませんが、ちょっとこうパワーがありすぎる感じがあるんですね。そういった点からすると、この T3 のバランスっていうのは非常に良くて、すごくこう気持ちよく乗れます。で、トランスミッションはこれも日本の ICAW の6速のオートマチックトランスミッションが組み合わされておりまして、なかなかね、いいもんなんですよ。で、このインスクリプションは上級グレードで、革シートもついてますしね、もう、で、もうボルボ得意のセーフティ、ACC もついてるし、歩行者検知機能の衝突被害軽減ブレーキもついてるし、レーンキーピングエイドですね、白線を越えそうになるとステアリング中央に戻してくれるし、でこのインテリアを見ていただいても、木目のようなパネルがついていて、いかにもこう北欧らしい、上品な印象がですね、やっぱこれいいなと、思います。でこの V40 日本でも扱いやすいサイズ感、それからこのインスクリプションというのはやっぱり、本革シートとボルボらしい、疲れにくいシートで、もう小さな高級車と呼んでもいいんじゃないかなというふうに私は思います。
ゆうさんからよかったです、説明ありがとうございます、要は同エンジンの出力違いなのですねということで、そうですね、そんなことでございます。ゆたかさん、 V40 は新型の話が聞こえてきませんねということですが、 V40 の後継はございませんもうらしいですそうやって言っておりますメーカーが、ですからボルボから C セグメントはなくなるというわけでございます。ですからもう V40 は本当にもう新型も生産が終了して、あとは在庫限りでございます。ディーゼルはもう1年前に生産輸入をもう終了して、ガソリンの方ももう生産を本国では終了したので、あと日本にある在庫だけということとなってまいりましたので、そう考えるとね、新車でこの T3 インスクリプション400万円ぐらいしてたんですが189万9000円、距離は3万キロ、2016年式で4年落ちの3万キロですが、なかなか魅力的に感じていただける1台なんじゃないかなというふうには思っております。座り心地のいいシートですよ、なんて言ってもね、面白いですね。 BMW はあれぐらい盛り上がったんですが40はそこまで盛り上がりません、ね、ちょっとお茶飲ませてください。はい、では続きまして、3台目はこの車でございます。メルセデスのミニバン、メルセデスベンツ V220D のアバンギャルドロングの、2016年式の24000キロ、これも距離少なめで、このねボディカラーがブルーで内装がこのアイボリーというこの組み合わせが何ともいいの、いいのというか私が好みでこれ仕入れたんですが、これがね本当にドイツ車っていうとどうしても白か黒の外装色に黒い内装色みたいなものがばっかなんですが、やっぱねこういうちょっとなんていうかな、個性というか、自分を主張するようなカラーの組み合わせっていうのはですね、なかなかいいんじゃないかなというふうに思っています。で、V220 でアバンギャルドロング、ロングですね、これは。ですからこの V クラスというのは3種類全長があるんですが、真ん中の長さでも5メートルを超えるんですね。ですから街で乗るにはちょっと長いかなと思う時はあるんですけれども、その代わり7人乗ってもまだ荷物が乗ると、日本のミニバンはなかなかそういう車ないんですが、7人乗ってもまだ荷物がちゃんと乗るというのがですね、やっぱりこの V クラスの、いいところだと思います、ね、この内装色いいでしょ。ユウさんからも品がありますね、色と言っていただいてますね、ありがとうございます。小野沢さんからは1年1万以下ですね、年間の走行距離の話ですね。うん、そうそう。だからこの V クラスなんかもね、4年落ちなんだけど、2万4000キロしか乗ってないから、本当にいいと思いますし、これ3列目の声、もうしっかりと3人分座れるシートがついてますので、これ本当にね、なかなか魅力的。この車は私、運転手よかは後ろで乗せたいですけどね。で、このディーゼルエンジンもですね、正直な話、ディーゼル、メルセデスのディーゼルっていうのは、いかにもディーゼル。ディーゼルのエンジン乗ってるなっていうのは思うんですけれども、やっぱこういう重量級の車とディーゼルエンジンの組み合わせっていうのはやっぱり理にかなってましてね、こんな大きいボディで 2.2 リッターの直四のディーゼルなんですが、やっぱりそれなりにしっかりと仕事をしてくれるっていうのはやっぱりいいんじゃないかなと思います。これ新車ので約700万していた車ということを考えると、やっぱ随分今お買い得になってきたところかなと思っていただけるんじゃないでしょうか。渡辺博さん、大学生の時付き合っていた彼女のお父さんが E30 六本木カローラの BMW325 に乗っていました。初めて運転をした時安定してスルッと、これ付き合ってた彼女のお父さんの車に運転させてもらったんですかね。安定してスルッと曲がるし、安定してキュッと止まる、踏めばグッと加速する、その時の驚きと感動が30年近く経っても忘れられませんでした。それで去年 BMW118i M スポーツを買いました。そうですか、渡辺さんもやっぱそういう過去の BMW の思い出ってあるんですね。私もね、実はね、渡辺さんと同じような経験をしてるんですよ。さっき言いましたよ、私はその彼女のお父さんじゃないですけど、私はディーラーで行きましたけれども、316Ti、それから5シリーズ、525i に乗った、あの6気筒のね、シルキー6の滑らかさは本当にたまりませんでしたね。ゆたかさん、 LL クラスでディーゼルのミニバンって希少ですが AWD があればなということで、ゆたかさんのところはね、やっぱり四輪駆動が欲しいんですね、やっぱりね。これは後輪駆動しかないのでちょっとお尻振るかもしれませんね。あ、ナイテルマンセルさんもありがとうございます。先日の D セグメント対決の動画で気づいたのですが、 BMW320 はキーを持っているだけで車に近づくと解除されるのですか。はい、そうです。
あれはそうなんです。だから開いたり閉まったりしてましたでしょ。あるいはそういう機能がついてますし、実は BMW さん、まあ、ちょっと今話題とは外れますけれども、スマホでロックを開けたり閉めたりすることもできます。これね、私以前、ゴーカーチャンネルのライブで 330i を試乗インプレッションしたことある。ライブで試乗ですよ。あんまりその時は人見てくれませんでしたが、それでいろいろやってますので、その時の映像ちょっとまた泣いてるマンセルさん見てみてくださいね。これね、 V クロス本当にいいですよ。でやっぱりね、昨日見ましたら、あの商談中の紙が、2名ほど貼ってありましたので、なかなかやっぱ皆さん注目していただいている1台なんだなということが分かりました。はい、では続いての車はこの車でございます。はい、プジョーの現行型の508のガソリンエンジン GT ラインのフルパッケージです。まあ、これ何回か取り上げてるから皆さんご存知かもしれないけれども、赤線がパッと引っ張ってあります。値下げしました。今週10万円ダウンです。ついに349万9000円です。まあね、ゴーカーチャンネルでも何回か言ってるけれども、どうも皆さん SUV がお好きなようで、セダンとかステーションワゴンがもう正直な話なかなか売れない。もうなので買っていただくには安くするしかないということで、もう値下げしました。でこれフルパッケージがついているので、まあ、新車の値段言うと533万7000円なんですね。で、まあ、もちろんこれ新車じゃありません。去年登録だから1年ぐらい経ってますし、距離はでも7000キロしか走ってないんですよ。その車が349万9000円ですから、508のガソリンが欲しいという方はもう本当におすすめ、おすすめです。もう買った方がいいと思うよ。私が欲しいんだけどな。ただ私はねディーゼルがいいんだけども、長距離乗らなかったらね、私はねこのねガソリンエンジンのね軽快感はねすごくいいですよ。まあまあ豪華チャンネル前白いのを見ていただいた方はご存知かもしれませんが、とにかくねいいんです、この 508GT ラインのねフルパッケージ軽快ですよ、すごくいいですよ。ですからね、ぜひこちらはね、見ていただきたいなというふうに思います。電話がかかってきちゃった、ね。フルパッケージ何がついてるのというふうに思うかもしれませんが、ナイトビジョンがついてきます。なんでナイトビジョンはこのメーターのところに表示されます。これ前ナイトビジョン特集でやったのでご存知だと思いますが、それがパノラミックサンルーフ、それからシートはナッパレザーシートです。それからフルパークアシスト、これも前 508SW の時にご紹介しましたかね。シフト操作もステアリングもアクセルブレーキもやらなくていいです。入るところを指示して、ボタンをずっと押し続けている間はもう自動で動いてくれる機能がついています。それから360度ビジョンというのもついています。あ、タクオトさん、508安いですと言っていただきました。ありがとうございます。いや、本当にね、もうね、ここにいるお店の人だからとかいうのはね、もう別にして、本当にお買い得、これは。もう、だって新車が500万超えるんだもん。でも、皆さん SUV ばっか行くんだもん。北野由紀さんもこんにちは。いつもありがとうございます。508。泣いてるマンセルさん、フルパッケージでこの価格が魅力できる、そうなんですよ。で赤木さんからも荷室広いですね。やっぱねこの車ね、この間の D セグメント特集でもお話した通り、後席の居住空間は私は嫌いですよ、嫌いですが、実用性と、スタイリッシュなデザインを兼ね備えているという点からおいてはですね、後席を多用しないんだったらばこれはいいんじゃないかなというふうに思っています。でこれはマッサージ機能のシートもちゃんとついてますしね、本当いいですよこれ。10万円下げましたので、もうどなたか買ってくださいお願いします。でこの色がいいでしょ、セレベスブルーというカラーで、今回この508からの新色だったんですが、どこの国だったかな、セレベス海っていうね、フィリピンじゃないな、どこだったかな、ちょっとどっか忘れちゃいましたが、まあ、あの東南アジアあたりのどっか海の色で、これがね、すごくこう明るいところではまた違う雰囲気を出すし、今これ店内のところでもまたここそれはそれでね味のある違う、印象のカラーでね、これはね本当いいですよ。私はねこの508の軽快感っていうのはねやっぱりいいなというふうに思いますね。渡辺健二さん、僕はセダン好きなので D セグメント対決はワクワクしながら拝見しました。嬉しいですね、ありがとうございます。僕的にはみんなにセダンの良さを知ってもらいたいです。わらわらって言って、いや私もね全く同じ。
渡辺謙二さんと同じ、セダンもう一回見直しましょうよ皆さん。別に SUV がダメと言ってるわけじゃないですからね。 SUV は SUV で魅力的なんですが、ちょっと皆さん同じ方向に向きすぎてませんかというのをちょっと言いたいわけです。セダンはセダンでやっぱり自然なフィーリングっていうのがやっぱありますから、それをもう一回思い出していませんかそういうふうに思っています。渡辺博さん、今日赤のセダンの508が走っていました。かなり飛ばしていましたが、走り抜けていく508の斜め後ろ姿、なかなかかっこよかったですけど、ね、やっぱデザイン魅力的にね、皆さん感じていただいているようですね。私はね、この軽快感がね、やっぱガソリン本当に良かったな。120キロはディーゼルよりも軽いんですよ。120キロの差っていうのはやっぱ体感できるほどでね。いやなんでかっていうと、まあ、いつも話してるけどね、まあ、C4 乗ってる方いたらごめんなさいね。いい車なんだけども、シトロエンの中ではね、ちょっとね、弱いんですよね。なかなかいい車っていうのがなかなか伝わりにくい車、まあ、見た目が割とこう真面目なところっていうところもあるのかもしれませんけれどもね、本当にいい車です。特に C とかいい。もう私、まあ、またね、あのライブでゴーカーチャンネルの、前リクエストいただきました、いいシートはどんな車のシートかっていうのをですね、やりたいなと思ってますので、またそれはやろうかと思いますが、この C4 のシートは、割とトップに入ってくるシートだと思ってます。本当に魅力的な車です。2000いいと思います。豊さん、508は車内ではあまり感じませんでしたが、外で聞くと結構ディーゼル音でかいですよね。うん、ディーゼルはね、2リッターは割と音がする、でもこの 1.6 のガソリン、さっきの、この GT ラインはガソリンですからね、ガソリンは静かですよ。本当にこれは感心しました。村野さん、ありがとうございます。腰痛持ちの185センチには508はしんどいですよねって、まあ、ちょっと車高が低いからしんどいかな。でもね、シートの出来自体は非常にいいですからね。どうなのかな、乗りより、まあ、確かに着座点が低い点ではね、ちょっと低いかなと思うかもしれませんが、ずっと座ってしまえば、プジョーの508のシートっていうのはかなりいいと思いますよ。私も1週間ぐらい借りてて、やっぱりいいシートだなと思いましたもん。でもう一回 C4 に戻りますけれども、もうこの69万9000円、本当にこれも魅力的な価格で、ガラスルーフがついています。エクスクルーシブですけどね。でまあね、安いにはまた理由があって、ナビはついてません。もうはっきり言っておくナビついてないし、この C4 はね、トランスミッションがシングルクラッチの EGS かな、というものなので、ちょっとギクシャク感があります。もうしょうがない。でもそれは、それはそれで味と、思っていただくということでお願いします。で内装色はアイボリーですし、ガラスルーフもついてますので、この開放感を味わえる。それもまあ、本体価格で69万9000円でそれが味わえるんだったら、まあいいんじゃないかなと、思っていただけるんじゃないかなって私個人では思ってますけれども、皆さんいかがですかね。うん、実用車で毎日の、足に乗る車としては非常にいいと思います。で何といっても乗り心地がいい、C4 というのはいかにもザ・シトロエンという、乗り味を提供しているので、やっぱそのあたりはね、すごく魅力的な、ところだというふうに思いますね。大丈夫かな、なんか一時期ちょっと滑らかじゃない時がありましたか。ひょっとしたらそんな時があったらごめんなさいね。今なんかちょっと見ているとそんなことが書いてあるので、まあ、このままでは、次に行きたいと思います。次の車はこの車でございます。フォルクスワーゲンのゴルフオールトラックの TSI フォーモーションアップグレードパッケージという長い名前の車なんですが、2017年式の2万2000キロ、これも年式の割には距離少ないと思うんですが、179万9000円。これもまあ、なんだったら他のグーネットとかも見ていただければいいと思いますが、安いです。お値打ち、同じような年式だったらもっと他値段高いところ多いと思いますが、かなりこれは魅力的な価格だと思います。これは 1.8 リッターのターボエンジンを搭載して、まあ、フォルクスワーゲン得意の DSG ですね。デュアルクラッチトランスミッションが組み合わされています。最高出力は180馬力、最大トルクは280ニュートンメートル。で、まあ、これもご覧いただければわかる通り、ステーションワゴンと SUV の、まあ、クロスオーバーみたいな車で、
ゴルフバリアントをベースに最低地上高を25mm、2センチ5ミリアップして多少のアクロでもいけるというようなところと、着座点が高くなりますから見晴らしがいいというメリットもございます。最低地上高は165ミリだそうですけれども、なかなかこれはね、いいかなというふうに思います。ごめんなさいね。あ、ゆうさん、キャラクターに合ってるなら、癖はむしろ愛すべきものですよと、いいコメントいただいてますね。あ、ゆうひてにしゅうさん、やっぱりいらっしゃったのね。オーナーの方、C4 オーナーの方。6EGS も慣れるといいもんですよと、クラッチつながった時の直結感とターボの加速が気持ちいいですと、ね、そうなんですよ。実はね、私もね、まあ、さっきそういうふうに言ったものの、私も以前、アルファロメオで、セレスピードの、アルファロメオスパイダー乗ってたもんですから、私ね、ゆうひてにしゅうさんと全く同じ感想です。つながった時の感じいいですよね。でやっぱねマニュアル乗ってるような感じは楽しい。オートモードではほとんど乗ってませんでしたけれど、まあ、自分で変速をするという前提でトランスミッション乗るんだったらすごくいいと思います。 EGS ね。ゆうひてにしゅうさん、オーナーの方がいいものって言ってるわけですから、ぜひ皆さんそのコメントも参考にしていただいて、もう一回C4に戻そうかな。69万9千ですよ。69万9千。で、パノラミックサンルーフに、アイボリーの内装色。で、座り心地のいいシート。ね、いいじゃないですか、これね。で、今ちょっと絵には出てこないと、メーターが外側と内側で色が変えられるようになってるんですね。ブルーとホワイトになってて、そのブルーからホワイトも何台かあるか忘れましたが、外側だけブルーにして内側をホワイトにしたりですね、逆もできたり、両方ブルーにしたり両方ホワイトにしたりとか、そういうね、ことができるっていうのも面白いと思います。にんじんさん、 ありがとうございます。こんばんは。にんじんさんも、お久しぶりかな、ありがとうございます。北野野獣さん、ある意味陳車ですねということで、陳車、どれが陳車かな、ゴルフのオールトラックかな。赤木さんはなんかメッセージやめちゃったのかな。でまあ、ゴルフのオールトラック、これは四輪駆動ですから、きっと豊さんなんかも喜ぶと思うんですけれども、赤木さん、シャトルを SUV にした感じですか。まあまあまあ、まあ、でもシャトルよりはもう一回り大きいですからね、V60 を V60 クロスカントリーにした感じと言った方がより近いかな、もしくは V40 を V40 クロスカントリーにしたって感じかな。あ、村野さん、私も2008プレミアムの ETG5、どうですか、ETG5、村野さん。なかなかね、いいと思いますよ。それからゆうさん、ナビ欲しかったらスマホホルダーで、いいし、値段合うなら良さそうですね。そうそう、ちょっとさっきの C4 が対応してるかどうかは未確認ですけれども、Bluetooth さえつながるんだったらばスマホナビもいいんじゃないかなと実は私も思っています。ああ、ゆうひてにしゅうさん、さっき家に着きましたところで、お疲れ様です、お仕事。じゃあゴルフのオールトラックは、まあ、こんなところでいいですかね。はい、では続いてミニです、ミニクーパー S の3ドアモデルですね。これボルカニックオレンジというなかなかいい色なんですけれども、2015年式の3万キロ、これも年式の割には距離は少なめでございます。この車も値下げしました。165万9千円だったものを159万9千円で、販売しております。まあ、クーパー S はね、まあ、こういうなんていうかな、性格の車だからジャジャマでもいいと思うんですが、こんな B セグメントの車で2リッターのターボを乗せてます。それで最高出力192馬力、最大出力280ニュートンメートル、速くないわけがない。それから、ミニの得意とするゴーカートフィーリングで、ハンドリングもですね、なかなか、相変わらず楽しい車だと思いますけれども、まあ、ちょっとね、足回りはそれに、まあまあ、そんな性格の車だからいいのかもしれませんが、ちょっと硬めでありますね。この色がね、すごく、まあ、目立つんですけれども、とてもこう楽しそうな雰囲気ですごく、魅力的に感じていただけるところなんじゃないかなというふうに思います。6万円値下げをいたしましたミニクーパー S でございます。ミニもね、もっとね豪華チャンネルで取り上げたいんだけどね、
新型車がないのでね、なかなか取り上げる機会がないんですが、まあ、また今年はミニも、まあ、マイナーチェンジ、クロスオーバーのマイナーチェンジがあるそうですから、まだクラブマンのマイナーチェンジもやりたいなと思って やりきれてないんですけれども、またやりたいなというふうに思っております。あ、北野英二さん、ゴルフオールトラックは陳謝ですよということで、そうですね。あ、渡辺博さん、ありがとうございます。17時を過ぎたのでそろそろ会社に戻ります、ドローンということで、また日曜日待ってますね、ありがとうございます。ヒデモンさんがかぼちゃみたいな色で、でも実際見るとね、かぼちゃよりかもうちょっと明るい色かな。ちょっとこの写真は確かにかぼちゃに近い感じしますね。村野さん、82馬力ですが私レベルでも使い切れるし運転楽しいですよと。次は DSM の予定です。お、え、違う、もう DSM の買われたのかな、それとも今から探すところなのかな。また教えてください。いや、あのね、2008の初期モデルもすごいいい車ですよね。あ、十分あのパワーと努力感。私はね、あの ETG はね、まあ、そりゃ、なんていうんですか、トルクコンバーターのオートマチックと比べたら、そりゃトルクコンバーターのオートマチックほどの滑らかさはないですが、アルファとかフィアットのシングルクラッチの半自動変速機に比べれば、ずっと滑らかだと思ってます。はい。では続いてはこの車でございます。あ、伊藤さん、お久しぶりです。ありがとうございます。参加間に合いましたということで。だ、逆にやっぱあれね、日曜日に参加できない方が、金曜日は意外に参加できるというのが、あれですね、金曜日やるの。面白いな。いろんな発見がございます。続いて、ジュリエッタでございます。ちょっとお茶飲まさせてください。アルファロメオジュリエッタのスプリントでございます。この車も値下げいたしまして、9万円の値下げ、114万9千円だったものを105万9千円にいたしました。2014年式の3万9千キロ。ジュリエッタなんか私もうちょっと前まで150万ぐらいしてるなと思ってたんですが、もう100万円ちょっとぐらい買えるだったんですね。まあ、スプリントっていうのは割と、ベーシックなグレードだとは思うんですが、でもこれは中期ぐらいのモデルですよね。前の映像が出てこないと分かんないんだけど、グリルの形状見ないと、1.4 リターのターボで170馬力も出すんですよ、230ニュートンメートル。まあ、ジュリエットも私出た当初試乗しましたが、まあ、ダイナミックモードにいたしますとやっぱりイタリア車らしいっていう感じしますよね。ノーマルとかで走ってるとね、そんななんか別に言うほど感激はしないんですが、ダイナミックにするとねやっぱアルファだなという感じありますね。あ、これは違うな。これは初期のモデルかな。アルファロメオジュリエッタのスプリント。でね、まあこの頃のモデルは正直な話、運転支援もついてないしね。もうここ最近の車で、半ば当たり前になりつつあるような装備っていうのはあまりついてないんですけれども、まあでもね、なかなか他にはないデザイン、それから味というのはやっぱこの車は特徴的かなというふうに思います。赤木さんからミニのメーター周りのデザインが好きといただいてますね。エンニンジンさん、アルファロメオはエッチですねといただいてます。まあアルファロメオ、やっぱりアルファロメオはちょっと違いますね。アルファロメオと同じような、ブランドのテイストを感じさせるメーカーはありませんもんね。豊さん、イタリア車って今時の安全装備はどうなんですかねということで、まあ、今申し上げた通りジュリエッタに関してはもう全くです。ですが、まあ、ジュリアとかは、まあ、D セグメント対決でも見ていただいた通り、それがジュリアので見ていただいた通り、だいぶ良くはなってきてますが、まだ他の国に比べると遅れてるかなというふうに正直言って思います。はい、続いてはこの車です。ルノーのルーテシアのインテンスでございます。2014年式で1万3000キロしか走ってません。これも距離少なめです。109万9000円。なんといってもルーテシアはね、こんな小さい車なのに、この個性的なデザインっていうのはなかなか面白いし、ハンドル、これ見てみてください。ハンドルにもね、なんか下側がホワイトになってて、なんかそこにこの外装色と同じようなブルーのラインがね、入ってるという、まあこういう、またね、プジョーとシトロエンとは違うね、センスの出し方っていうのをルノーはやるので面白いんですよね。デザインも同じですけれども、なかなかいいんじゃないかなというふうに思いますね。ね、確かこのルノーのルーテシアは、なんか、デザインのテーマがあって、なんかラブかなんかをテーマにしているって登場した時になんか言ってるのを見ましたけれども、
どこがラブなのかはよく分かりませんけれども、でも、そういう情熱的な、印象を、まあ、B セグメントサイズでここまで情熱的なデザインを持たせているという車は、まあ、やっぱりこのルーデシアが一番かなという感じしますね。なんといってもね、日本で乗りやすいサイズ感がいいですし、ルーデシアもシートがすごくこう当たりがソフトで、フランス車に乗ってるなというシートのフィーリングがいいなとは思います。このトランスミッションの DSG に関しては、 DSG や DCT に関してはちょっと、やっぱトルコンの AT ほどの滑らかさには欠けるなとは思いましたけど、まあ、それも先ほどから話している味かなと思いますので、それはそれで楽しんでいただければいいんじゃないかなと思います。リュウザクラさん、ミニクーパーはいいですねと、いつかはジョン・クーパーワークスと思っています。ジョン・クーパーワークスとなるとまた元気な車でね、またこれはいいじゃないですかね。だからあ、これルーテシアのこのステアリング見てみてください。ブルーとレッドのラインが入っているの、こんな見たことないですよね。でちゃんとこれナビもついてますから、なかなかねルーデシアもナビのついてるモデルが少ないので、このあたりは魅力的に感じていただけるポイントなんじゃないかなというふうには思いますね。ゆたかさん、ルノーもプジョーもシトロエンもやはりフランス車はデザインと乗り味が他国とは違って魅力的ですね。本当私もそう思いますね。はい、で今9代目まで来たんですが、最後ご紹介する10代目大幅値引きをいたしましたこの車でございます。ポルシェのマカン GTS です。779万円だったものが、なんかテレビショッピングみたいになっちゃうんだこれ30万円引きの749万9000円にいたしました。実はオートプラネット名古屋で、ここ最近ちょっとこうプレミアムな SUV がちょこちょこ入ってきておりまして、マセラティのレバンテも入ってきたんですが、マセラティのレバンテはおかげさまでご制約をいただきました。ありがとうございました。で、合わせてこのマカンもだいぶ一気に30万円引きとなりましたので、魅力的に感じていただける方いらっしゃるんじゃないかなと思いますね。3リッターの V6 のツインターボエンジンで360馬力を発揮します。で最大トルクは 520m。 マカンはね、 GTS は乗ったことないんですが、以前マカンは乗ったことはあるんですけれども、もうまさしくポルシェですね。まあやっぱすごいですねポルシェはね。コメントいただいております。ヒデモンさんから、あのルーデシアね、おしゃれなハンドルですねと、マカンやといただいてます。赤木さんから、あこの前、ま、消されちゃったな、赤木さんよく消さなくてもいいんですよ別に。ヒロミさんからは、髪の毛切られましたかということで、はい、切りました。よくご存じ。うちの妻からはね、切ったかどうか分かんないって言われちゃったんですよ。皆さんの方がよく分かってください。ありがとうございます。髪の毛切りました。火曜日かな、火曜日に切ってきました。ね、はい。ヒデモンさん、形は好きなんだけどなといただいてます。ね、GTS もうすごいんでしょうね。なかなかこの車のパワーを使うところはないと思うんですが、まあでもね、ポルシェに乗っているというところ、それからやっぱポルシェのすごいなと思うのは、乗り心地と、快適性といいましょうかね、をちゃんと両立していると、スポーツカーメーカーだとスポーツばかりで、なんか乗っているとゴツゴツしていてあんま快適じゃないという車が多い中で、ポルシェに乗っていつも感心するのは、そういうところだと思いますね。赤井さん、マカンこの前見たというふうに言ってありますね。このお得意のストップウォッチかな、これついてました。779万9000円だったマカンが749万9000円でございます。改めて、はい、小野沢さん、マカンも下げるんですねということで、はい、もうね、なんて言うんでしょうね、やっぱりね、買っていただける値段に、ね、しないで、やっぱ中古車っていうのは買いにいらっしゃらないということは、それは魅力的な値段じゃないということですからね。中古車屋さんも大変です、いろいろ。人参さんが透明爆走しているのを想像しますねといただいてますね、はい。まあ、とにかくこのマカンに関しては、まあ、値段は決してその額を見ると安くありませんが、この車とこの値段のコストパフォーマンスを見ていただきますと、なかなか魅力的に感じていただける方も多いんじゃないかなというふうに思っております。はい、というような感じで、今週の、
なんだっけ、夏の特選者10代のライブをやってまいりました。45分かかりますね。30分ぐらいで終わるかなと思ったけど、意外に皆さん見てくださったので、ありがとうございました。実はね、もうちょっとぐらいの人しかいなくて寂しくなっちゃうんじゃないかな。まあでも後々見てくださればいいかと、思ってたもんですから、まあそれはそれで、いいかと思ってたんですが、リアルタイムでこんだけ多くの方が見てくださったのは本当に、嬉しいです。ありがとうございます。平日は今77人も見てくださってありがとうございます。でオードプライド名古屋は明日からサマーセール、もう一回お見せしようかな、サマーセール、いや、音楽を聴いてあるのかな、サマーセールを、開催いたしますので、またお越しください。で、またあさって、日曜日にはライブ放送をお送りいたします。で、オートプライアント名古屋も、いろいろ新しい車が入ってきてくれまして、実はね、本当に新しく RCZR が入庫したんですが、もう、1日2日で5000円いただきました。ですから RCZR のご紹介はできないんですけれども、まあ、それ以外の車がまたいくつか入ってきますし、実はプジョー、シトロエンと DS で、新しい車がドドドッとこう入ってきますので、皆さんまたお楽しみにしていただきたいと思います。ひでママさん、ポルシェは憧れのメーカーですね。ゆうひていにしみさん、ポルシェあんまり好きじゃないんだけど初代パナメーラはかっこいいよねと言ったら返事扱いされる。ひろみさんからもお疲れ様でした、 また楽しみにしていますよと、嬉しいな、ありがとうございます。ゆうたかさん、お疲れ様でした。お嬢様方によろしくて、ありがとうございます。にんじんさん、お疲れ様でした。ひでもさん、お疲れ様でした。シャルル道家さんもお疲れ様でした。日曜も楽しみにしていますといただきました。渡辺健二さんからもお疲れ様でした。もう終わりですか、ちょっと寂しいかも、ちょっと短いかな、まあでもね、日曜日までやりますから、楽しみにしていてください。伊藤さんからもお疲れ様でした。ありがとうございます。小野沢さんからも魅力度高していただきました。ありがとうございます。伊藤さんもお疲れ様でした。ありがとうございます。北野彌十さんもありがとうございます。ナオズさんからも208の実写レビュー楽しみにしていますといただいてますね。日曜日、ちょっと実写はまだ私も触れてませんが、細かい内容は208ちゃんとゲットしてありますので、208を特集してお送りします。どうでした皆さん、値段。中間グレードで250-260万でしたでしょ。で、電気自動車も、まあ、ちょっと GT ラインまで400万円超えて高いなと思ったけども、アリュールだったらまあ400万以下389万円ぐらいでしたから、この何が使っていく間のガソリン代とかはなく安い電気代でいけるということを考えるとですね、E208 は距離も300何キロか走れるっていうのが出てましたから、本当に魅力的だなと思って、まあそういう細かい話はまた日曜日やりたいと思います。あゆうさんからもお疲れ様でしたといただいてますね。ありがとうございます。たのちさんも、今回もいろいろバラエティに飛んだ車が見られて楽しかったです。ありがとうございます。もうよかった、そうやっていただいて。もう今日もね、もう準備全然してなくてね、 2,3 時間前に大急ぎでやり始めてね、なんとか間に合ったからよかったんですが、たのちさんみたいなコメントいただくとね、本当よかったと思います。来週はもうちょっと事前準備をしてお送りしたいと思います。伊藤さんも EV の乗り越し楽しみですねということで、私もすごく楽しみにしております。はい、ということで、今日7月3日のライブはこんなところにしたいと思います。またすぐですよ、7月の5日今度は16時、いつもと同じです。16時からまた皆様とお会いしたいというふうに思っておりますので、またゴーカーチャンネルライブご参加をお待ちしております。今回もゴーカーチャンネルライブをご覧いただきありがとうございました。またあさってお会いいたしましょう。さようなら。